評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回ラジオ感覚で聞いていただければ幸いでございます。スムログのお便りですね。マンションマニアさんはマンション買い替えるたび引っ越すたびに家具どうされてますかっていうご質問をいただきました。そちらスムログの記事でも回答しております。動画の概要欄にリンク貼っておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。そしてこちらの動画でもですね、簡単にご説明できればと思います。まあ、マンションを買うとですね、家具なり、まあ、いろんな部分に対してですね、お金がかかってくるわけですけども、これはいつも私お伝えしているところなんですけども、私の価値観です。あくまで私の価値観なんですけども、いいマンションを買って家具とかあとは家電、そういったものをケチるのは私は好きじゃないです。別にそれを否定するわけでは全く持ってなくて、私の価値観として、私は住宅費を抑えて、要は自分の支払いのマックスに対して抑えて周りを楽しみます。家電、家具、あとは車とかですね。で、私そんな食事とかにはお金使わないんですよね。お酒もタバコもやらないですし、ギャンブルもやらないので、まあお金の使いどころっていうと家、家電、家具、車、あとはオタ活ですね。グッズとかゲーセンで撮ったりとかで、そこは結構使えますかね。なんでそういった周りの部分にお金を使いたいので、まあ家具家電はそんなにはケチらないです。別にすごくいいものを買うっていう話ではなくて、まあそんなケチケチしない、欲しいものを買えるぐらいの余力を残していくっていうところです。で、そういった形で買った家具、じゃあ引っ越す時にどうするかっていうと、これまではもう、置いてってます。まあ愛着がないとかいうわけではないんですけども、その家に合わせて買った家具なので、次にサイズ感とか色合いとかが合うとも限らないので、私はそれ家に対して買ったものなので、もうそれをきっぱで中古で売り出して、次買う方がそれを欲しいって言ったらそのまま無料であげますし、いらないって言われたものに対してはこちらで処分します。ただ私もちょっと価値観変わってマスターホールっていうのに出会って、まあ、なんかこういう家具だったらずっと持ってたいなって感じになってるので、次越す時は今あるもの持っていくかもしれないですね。なので私は家具のプロではないので、インテリアのこのアドバイスはちょっと難しいですけど、まあいろいろ経験してる中でお伝えできることがあるとすれば、あんま大きい家具って買わない方がいいかもしれないですね。そのこの先も引っ越してくって、でその家具を持ってくっていう方は、マスターウォールとか本当それに合ってるんですね。そんなバカでかい家具なくて、まあ種類はありますけども、まあ、どこの家でもマッチするサイズと言いましょうか。なんかすごい壁面のでかい家具とかを背の高いの買っちゃうと、次の家になんか持ってきづらかったり合わなかったりっていうのもあると思うんですけど、はい、こじんまりした家具にすればいいんじゃないですか。そうすると万が一1個だけちょっとサイズ合わなくても、それだけ、ありがとうする形ですかね。で、その質問者の方はまあ大事な家具なので、まあ、引っ越しのたびに傷ついちゃったりするのが嫌だっていうことだったので、まあそこは本当業者さん次第ですけど、ね、やっぱ引っ越しに伴って傷は多少ついちゃうのかなと思うんですけど、まあ、新築マンションであれば管理会社さんに頼むのが一番ですかね。まあ、念を押すって感じですかね。大事な家具なのでお願いしますっていう感じで。それでも無傷ってのはちょっと難しいかもしれないですけど、一言言っておけば管理会社さんの方にお願いします。なので大事な家具なので
できる限り傷つけないようにお願いしますみたいに言って一つ一言言っておくっていうのはポイントかなとは思います。だから引っ越し業者さんにお金をその通常の金額じゃなくて作業員の方ですね、作業員の方に、まあ、いわゆるチップってやつですねを渡す渡さない問題で、まあこれを渡すことがいい悪いもらうことが、ダメとかいうのちょっとこれさておいて、私はですね渡す派です。で、作業の前に渡す派です。要は終わった後にありがとうって気持ちで渡すのもいいとは思うんですけども、まあお金渡すからちゃんとやってねっていう意味では決してないんですけども、でも逆の立場で私ともいろんなバイトしてる中でやっぱ先にもらえた方がやる気は、あ、これもらったからちゃんとやらなきゃなって、まあ渡してる方がちゃんとやるよって思ってなんか嫌みったらしく渡すのは良くないと思うんですけど、まあお気持ちという感じでよろしくお願いしますって渡しますね。それで結構、まあ別に渡したから気持ちよくやってくれてるってわけではないと思うんですけど、なんかウィンウィンになれるというか、まあ気持ちいいですからね、あんだけ大変な作業をする中で。まあもちろん会社からその作業代っていうのは作業員さんもちろんもらってるわけですけども、まあでも自分じゃできないことですし、やっていただくので、まあ私は渡してますね。渡したからちゃんと今まで大して傷もつけずにいろいろ運んでくれたって、そこに結びついてるかは分かんないですけど、そもそもそんなに大きい家具は私次のところに持ってかないので。まとめますと、まあ大切な家具を持ってて次の家に持っていく際、できる限り傷つけられたくないって時は、まあ新築マンションに引っ越しであればもう管理会社さんにお願いして事前にもう言っておく、そして作業員の方にもよろしくお願いしますっていう感じで、作業前に言う。そもそも家具を持ってくか持ってかないか問題に関しては、基本的にはその家にあった家具を買うのが私はベストだと思うので、まあ、よほど気に入ってる家具でなければありがとして次で新しく買うっていう方がいいかなと。引っ越し業者さんによってはもう引き取りサービスっていうのもやってるので、まあ、もちろん有料ですけども、そういったのを利用して手間なく、まあ、ありがとするっていうのがいいかなと。でこれから家具を買う方でマンションも引っ越そうかなってしてる方に関しては、あんまり大きい家具を買わないっていうのはポイントだと思います。まあなんかどこにでもマッチするようなサイズ感をこう買うと、収納棚でもすっごいでかいのを1個買うんじゃなくて、なんか2つ3つに分けて程よいサイズにするっていう方が、合うのかなと思います。次に行きやすいかなと思います。そしておすすめの家具はマスターウォールでございます。銀座が一番でかいショールームですかね。ぜひ見ていただけるとマンションマニアおすすめ、そして私の価値観を変えた家具ブランドですね。これはなんかありがとうしたくないなって、次に持ってきたいなって、そして次に持ってきたいと思わせてくれるサイズ感と質感、マスターウォールおすすめでございます。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重なお時間本当にありがとうございます。それでは失礼いたします。